はい、もうすぐ台湾有事が始まるんですけど、中国が、ね、台湾を攻めた時に、自衛隊は、ね、出動させてまで台湾を、守る、必要があるってアンケートを取ったらしいんですよ日本国民ね。そしたら、ね、その通りである、守るべきだっつって言った人が3、ちょっと数字忘れたんですけど、反対より、ね、賛成の方が増えてったんでちょっと不安になって動画を大急ぎで、撮っています。今日が、まあいいや、ノーカットできますね。それね、間違いなんですよ。明らかに。日本が、戦うべき時は、尖閣諸島とか、沖縄ですね、中国がね、欲しがってる。うん、そこを、取られそうになった時に、戦うべきで、台湾と一緒に、なんていうかな、台湾とを助けるために自衛隊がそこまで出向いていって行くのは間違いなんですけど、その理由を言いますね。そんなのなんでだろうって思うでしょう、うん、それを説明します。まずね、地理的にね、こうなってるんですよ。中国大陸、もう適当で記憶で描いたんで、もうご了承ください。中国大陸、こっちロシアね、で、朝鮮半島、韓国、北朝鮮、日本で、台湾、尖閣諸島、沖縄ね。わかります?いたでごめんなさい。ほんで、まずね、日本っていうのは、結論から言いますね。自衛隊が、例えば、台湾がね、中国に攻められましたと。うん。で、自衛隊が、俺たちも加勢するぜ、つって、こっちにね、なんていうかな、この辺に助けに行ったり、給油したりね、したら、給油だけでもですよ。こっちに攻撃しなくても、給油とかね。あとなんか、なんかヘルメットを送ったりとか。それ、ウクライナに対してやってましたよね。岸田政権。それを、台湾にやっちゃうと、中国は、日本に核ミサイルをバンバン撃ちます。はい。で、その理由と、それを理由を言います。理由、何個かあるんだけど、まず一つ目は、習近平さんが、そうやって、明言してました。具体的にそう言ってました。うん。ちょっとでもピクリとも動いたら、自衛隊が台湾のためにですよ。そしたら、中国は、もう核弾頭ね、今、核とか乗せれる、ミサイル、今300か500ぐらいかな。日本に向かって撃つぞと。うん。で、この、今のミサイルっていうのは、防衛、撃ち落とすことができません。はい。で、習近平さんは何て言ったかというと、日本が、無条件降伏するまで、核爆弾を撃ち続けるぞ。って言ったんですよ。これはあんまり報道、日本の紙でできた新聞とかさ、地上波のテレビは左翼だから報道してないと思うんだけど、まあそれは言って、世界中が大騒ぎになりました。げっこええな、つって、いうことになりました。で、ネット民は知ってる人は知ってます。うん、で、じゃあ、それ、中国悪いじゃん。世界中から非難を受けるぞって思うでしょ。でも、非難は受けるかもしれないけど、それいけないだろうって言えないんですよ。それは間違った行為だって中国に対して世界中は言えないんですよ。それは怖いから言えないんじゃなくて、法律的に国際法でね、正しいからなんですよ。は?何を言ってんのって思うかもしれないですけど、まあ、続き聞いてください。まず、日本、80万年ぐらい前に戦争終わりましたよね。日本はアメリカと戦いました。で、今国連ってあるでしょ?国連。国際連合、国際連盟か、国連。あれって、世界中の国が、のまとめた、サークルですよっていう意味ではなくて、第二次大戦、第二次世界大戦ね。あの時に、連合国軍側だった、グループの、グループの集まりです。だから、そこに日本入ってないでしょ。うん。入ってるのは、アメリカとかね、イギリスとか、フランス、ロシア、うん、中国などが入ってるんですよ、うん、で、じゃあもう一個のグループ2つあるんですけど、もう一個のグループは何って言ったら、日本、ドイツ、イタリアです。で、これが数軸、どうせした、まあ、その悪の数軸国って言われてるんですよ、向こう側からは。いまだに、うん、日本、ドイツ、イタリアね、とそれ以外の多くの国が戦ったのが太平洋戦争です。第二次世界大戦です。日本では、
なんだっけ、左翼は侵略戦争って言ってて、右翼は大東亜戦争っていう言い方もしてますね、うん、あるいは12年戦争という言い方もあるけど、日中戦争から始まればね。でとにかく世界は未だに2つに分かれていて、で、日本はね、アメリカと同盟国じゃんって思ってるかもしれないけど、アメリカが日本、在日米軍がね、アメリカが日本に基地を置いてる理由は、まず民主主義、共産権から民主主義を守るためです。で、もう一つは、アメリカは海洋国家だから、太平洋を支配してるんですよね。それを維持したいから。だから、沖縄に基地があるし、アラスカに基地があるんですよ。うん。日本を守るためじゃないです。それじゃないです。で、三つ目は、日本を監視するためです。再び頭じゃないわ。暴れないように。だから賢くならないようにしてるじゃん。アメリカは、日本はね。3S 政策とかさ、なんかいろいろやったんですよ。うん。あ、陰謀論じゃないですよ。事実です。で、さっきの話ね。この熱で急に止まらなきゃいけないな、また。この日本とイタリアとドイツはね、悪の数日国側が、アイスと研究の、再びね、ちょっと悪さをしたら、連合国軍側のね、何カ国あるか知らないけど、30カ国か50カ国かわからないけど、は、無条件で、全会一致しなくても、会議をしなくても、反対派がいても、無条件で、攻撃してもいいってことになってるんですよ。うん。それは未だにその法律はあるんですよ。はい。そう。で、だから、日本がね、ちょっと、中国は台湾と尖閣諸島を、我が国の領土だって主張しているので、うん。日本がね、台湾を、このね、その統一しようとしてるのね。内政問題でしょ？中国にとっては。それにちょっかい出して日本軍が、なんか、ちょこちょこ動き出したら、また侵略する気かつって、もう核爆弾をボボーって撃ちまくるぞって言ったんですよ。そのことは政府は知ってるはずです。政府に向けて言ったんで。うん。これ内部文書とかじゃないです。公式に言ったんですよ。うん。そう、だから、その自衛隊がね、台湾と一緒に、台湾を助けるために戦うんだっていうことを、日本国民、左翼のテレビとか見とる日本国民が賛成したって、多分ね、自衛隊は動かないと思うんですよ。動いたらやばい、マジで。で、あとは、沖縄とかね、を中国は攻めてきたら攻めてくるんですよ、必ず。制空権を取りたいからね。まあ、そういう細かくは、まあ、後で、また今度動画にするけど、その時にここを守るために自衛隊は動いてもいいんですよ。その時、そして中国が何やったんだという攻撃してきたら、まあね、いけないかなと思うけど、中国は沖縄は我が領土だって言っとるからね。まあその上の微妙だけど、まあここがね、取られそうになったら戦うのが日本としては筋だろうね。で、ややこしいのは尖閣諸島ね。日本は中国、日本の領土だって言ってるし、実は台湾も尖閣は、その我が国の領土だって言って、これ違ってたっけ、ウォツリズマだけでだっけ、ちょっと忘れた、ごめん、あ、ウォツリズマ、まあ、それちょっと、まあ、この辺はちょっと複雑なんであれなんですけど、あとね、中国と北朝鮮ね、その友好、中朝友好条約っていうのを結んでて、で、何か起きた時には自動介入っていうのが、自動的に介入しますよっていう条約を結んでるんですよ。だから自衛隊が、台湾、まずいぞ、沖縄をやられる前に、ちょっと加勢しよう、手伝うよ、給油しよっかってやると、こっからこっちに核爆弾落ちるし、こっからこっちにも核爆弾が落とされるよっていう可能性は十分にあります。北朝鮮にはね、テポドンだったかな、こっちにね、ミサイル向いてますからね。ちょっと、急ぎだったんで、ちょっと、全然、細かく言えなかったけど、また、今年度中にね、多分ね、2022年の早くてね、日中戦争ね、12月24日か23日、23日に起こると思ってます。早くてね、遅くて来年か再来年なんですけど、その根拠をまたね、動画にしますね。早く寝ないとな。今日やってなって、明日の朝また、昼勤頼まれたんで、ね、今日睡眠に失敗したら、
睡眠したら、失敗したら、寝不足になるんで、じゃあソニー、バイバイ、おやすみね。OK ですか。ソニー、もうソニーも昼寝しよう。OK。OK ですか。かぼちゃついてるよ、顎に。顎にかぼちゃついてるよ。はい、ということでした。バイバイ、じゃあね、バイチロ。